せーの、こんにちは。たまご先生質問ですの時間です。この番組は異彩両系を目指す学生たちに現役だからこそアドバイスできることをしたり、同じ学生だからこそ共有できること、また介護福祉士として現場で何を見たかなど、視聴者の方たちに異彩医療にもっと興味を持ってもらえるようなラジオを目指してお送りします。はい、医療や福祉を目指している学生、それ以外の視聴者の方、誰でも医療や福祉についての些細な質問相談も番組内のメールやそれぞれのブログでも募集してるので、どしどし送ってください。さあさあ3人で、はい、ね、久々ですけども、どうです、もういつぶりですか。いや、私コレさんと結構久しぶりです。もう1ヶ月ぐらいは。そうですよ、実際なんか入れ替わりで、入れ替わり立ち替わりで、でも私が2週間来れなくて、コレさん2週間来れなくて、今日やっとみたいな1ヶ月ぶり、やっと3人本当ですよ。じゃあ、自己紹介、コレさんから。はい。いや、ちょっと久々ですごく緊張しています。コレ君秀一です。よろしくお願いします。お願いします。あ、私、今日は空町へ行くので、ちょっと遠足スタイルで来てみた、今田ゆきです。足が短い藤田舞です。なんでですか。なんでですか。ちょっとさっきの見たじゃないですか。足の短さ。ね、なんか短いんじゃなくて、多分さっきちょっとテンションが上がってて、でその気持ちが上がりすぎて、ちょっと椅子をね、またいだんですよね。で、またいだら、なんかその体勢そのまま倒れちゃうから、と思って。またいだまま。すごい。そう、そんで、またいだまんま、そんで、倒れながら笑いながらみたいな、なんかもうよくわからない。なんか夢で、あ、これこけたなって思って。私先行ったじゃないですか。そうですよ。見えなかったけど、あ、これこけたな、みたいな。もうすっごいテンション今日は、まやさん上がってるんでね、はい、盛り上げてくださると思うんですけど。今日は眠くないですもんね。はい、今日は眠くないです。よかったよ。そんな感じです、ね。はい。さあ、ちょっと、今日は3人揃ってなんですけども、はい、これから夏休みなんですけども、そうですね。どうです？なんかあります予定？私結構あります。何ありますか？どこ行くんですか？ディズニーシーも今んとこ2回行くし、ランドも1回行って、いいあと海とか、あ、海はじゃなくてプールは結構行きます。いいな。あと花火大会とか。あ、花火大会来た。あ、行きたい。浴衣着て。浴衣着たいですよね。でも浴衣着れるかな、本当。